ついに4月からマイゴルフ予約がスタートしました。なんと全国のゴルファー皆様にマイゴルフに出演できるチャンスがあります。応募条件はマイゴルフが自信を持っておすすめする提携コースでラウンドしていただくだけです。予約方法などの詳細は概要欄の URL をチェックしてください。皆さんぜひ僕たちと一緒にラウンドしましょう。お待ちしてます。待ってます。皆さんこんにちは。こんにちは。マイゴルフのスタシミです。アボアボボンちゃんです。はい、ということで、はい、やってまいりました。やってまいりました。今回もね、まあ、三重県の六国ゴルフクラブさんにゴルフクラブお邪魔しております。お邪魔してます。で今回2回目です。六国ゴルフクラブさん27ホール、まあ、前回は、中東で回ったんですけど、はい、今回は、中西で。中西さん、はい、ありがとうございます。回らせてもらいます。よろしくお願いします。コースが仕上がってるから。そうですね、この時期だっていいっすね。まだ春まだ来てないんですけど、うん、かなりいい感じに仕上げてもらってて本当に感謝しかありません。感謝。さあボンちゃん、ね、言ってください。僕は前回あの激痛ボギーやったんで。ここも右プッシュ打ちたいけど、プッシュ意識しすぎると弱い球打っちゃうんで、ティーの位置はこの辺にしようかな。何にしようかな。よいしょ。今回はボンちゃん担当です。GoPro。何してんねんマジでも。くそ。これで再生回数全然回らんかったらもうやめたるこれ。あ、いいっすね。視聴者にプレッシャーかけてく。視聴者にプレッシャーかけてくスタイル。視聴者さんにプレッシャーかけまくろ。お願いします。お願いします。ティー高めのレベルショットで。ハマってるね。今日はいいかな。よいしょ。ありがとうございます。超えてちょうだい。おお、危ね。なんでおねえになった。超えてみてちょうだい。竹本ピアノ。フェード。ドローです。あ、ドロー。もうドロー一辺倒です、僕は。えい、オッケー。なんかちょっと見えなかった。いや、山の。中腹、中腹上、やや上目ぐらいやろこれは。多分いいとこやと思うんですけどね、うんうん、いやなんか気持ちいいな、山が近くに見えて。このゴルフ場やっぱちょっと今日あったかいんでね、ちょっと今日はスコア出したいね。出したい。まあ、前回のパットもナイスチャレンジということにしときましょう。うん、まあ上がってなんぼやからな。そうっす、上がってよかったらいいんですよ。ああ久しぶりないでしょ。ああ、あそこでよかったよ。でかっ。バリ元気。乗せるよ、攻めるよ。これあれ前とグリーン違うんかな。一緒か。一緒ちゃう。これでも右狭そうやな。知らんけど。知らんけど。乗せたロケイ。100ヤード残すか行くか。行っとこう。行けるときいっとこ。バーディーをお届けしよう。これでだいぶ重心ずれるな。270ピンまで ずれるやろ。ちょっと重ない。重い。あ、何写真撮るの。あれ、マサヤ。マサヤか。あ、270やった。あ、そうだ、ちょっとエッジまで。あ、エッジまで250か。まあ攻めようか、せっかくね近くまで来たし。近いかこれ。鈴鹿サーキットのそっちね、うん、レーサー好きとしてやっぱ鈴鹿サーキットの近くに今入れるだけで幸せなんで。あ、好きなんや、はい、小林カムイ。片山右京。そこしか知らん。俺もあんま知らん。ミハイル・シューマッハくれ。いっちゃん出せない。ミハイル・シューマッハや。これはちょっとライが良くないんで、うん、僕はオープンスタンスに立ってこっち目標ね、プッシュ打ちます。アウトサイドインで触れる軌道作っといたら外から入るんで、スプーンで。お、まっすぐ行った。まあまあしゃあねんじゃん。しゃあないな。お、オッケー。持ったか。
うん、でも狙い目はあっちですね。グリーン右ね、こっからもないように見えるし、ガイド見ても右 OB あるな、なんすよ。しかも受けてないよね、はい、だからやっぱミスするんやったらちょっと左目かな。でも正直言うとよく来る方とかやったら100ヤードのとこ刻むっていうのも一つですね。ちょっとグリーン小さいし、このホールね、うん、244な、まあ、奥多分行ったらあかんからね。ちょっと上げてるんですけど、左のバンカー OK にしようかな。左のバンカー入って OK、 ピンに出して帰ってこなかったらラッキーぐらいでいきます。ニュめちゃくちゃ右出たけど帰ってきた。乗れ。おー、ナイス。あざす。ほぼほぼ行った。ほぼほぼ花道。いやー、ちょっとスリル満点でしたね。まあでもあっち左向いてたから今のちょっとミスで若干右出すぎたんですけど、うん、まああれでもいけるかなっていう感じです。つま先上がりっていうのも良かったね。うん。ちょっと左飛びやすい安心感もあるし。若干先っぽ当たったっすね今のは。うん、逆につま先下がりやと攻め方的にはやっぱ左からになってくるから、うん、いや気持ちいいな、ほんまに天気いい日って幸せです。幸せ、乗ってるわ俺。ナイス。あざす。違うけどね。違う方ね。言うてや。見たわかる。言うてや。あ、右広いやん。でも跳ね方次第か。次第ちょっとコロコロ転がっていきたいな、うん、いやでも六国さん景色いいな、景色コースもいいし、こう山に、僕ら関西の人間特に兵庫の人間からしたらこう山に雪が積もってるっていうのはあんま見れないですよね。確かに、うん、高い山ないもんな。そうそう、今3月ですけどね、今日もあったかいけどまだてっぺんは積もってますね。登りたいね。あれ、登りたい人、登りたい、好きなんや。あ、そういう人、うん、いつかエベレスト行っちゃう人。いやほんまになんか一生に一回で行けるチャンスがあるって行ってみたいね。富士山は行きたいけどな一回、うん、富士山も行きたいし、っていうのもやっぱあそこからの景色を見てる人もおれば見てない人もいるわけじゃないですか、うん、もちろん、うん、見てみたいんよね。それ人生で結構変わりそうやな、その見てる人と見てない人の、うん、考えというか、そうそう、価値観が見てみたいっていうのがすごい。確かにね、いいこと言うね、うん、マイゴルフいいこと言うね。あざっす。ほんまほんま、なんなんすか。なんで急にちょっとこうなった。急にさせ、ヘリで行こうかな。それ意味ない、それ意味ないね。総理大臣がやるやつ。それこそ岸田総理がやってるやつやん。上から視察した言うてさ、全然なんか人助けせえ。急に政治語り出した刺身が。これはね、おっと行ったれ。どっちや、こっちか。こっちじゃん、ここじゃん。あ、そっちか。動くの拾い上げます。拾い上げてください。何ヤードやろ、40ぐらいあるんか。これ逆目やな、この辺。関係ないって、関係ないって、大丈夫やって。あいつプロゴルファーやな。マサヤ考えへんて。俺マサヤちゃうね、松山秀樹やね。最近松山秀樹のアプローチ見て思ったのは、結構ねこういう感じじゃないですよ、あのプロは。こういう感じ、三角形キープしてしっかり振る感じ、ちょっとそれ僕ちょっとやってみたいなと思って、今日はそれをやってみます。ピンまで54ヤード、できたら手前クッション入ればいいんですけど、奥外すの嫌なんで50ヤードぐらい見ていきます。キャリーは45ヤード、三角形キープしてパターアプローチみたい。ほとんどオープンスタンスはしない。は真ん中。綺麗に入った。おえ感じやったけど羽。
綺麗に入ったけどな。じゃあない。でも狙い目としてはもう最高の位置に落ちた。本当はもっと跳ねてくれ、ワンクッションで跳ねていけば多分ぴったし、あれをキャリーで行こうと思ったらやっぱり芝が薄いんで、人間の心理的にガツッと行きたがるんでボールが前に行くんですよね。ってなったら止まらないんで奥こぼれちゃうんで、それやったらワンクッション狙ってちょっと弱くてもあそこからのアプローチでいいかなと思ってるじゃん。ただこれバンカーかあと5ヤード前やったら同じことはできる。もうちょっと奥行っちゃうの覚悟で打ちます。あら逆目気にするんかい。ほぼもう多分まっすぐだと思います。まっすぐ上りパールでちょっとね距離あるんですけど、もうちょっとラインもあんま良くないんでパターで。ナイスタッチ。強ない？やばいやばい。また下りやで。でもイーグルトライやったんやね。そう。ちゃっかり。サードショットここつけたと思ったら最高や。確かに。ああいいっすねその考え。あざ。そうやって考えた方がええやろめ。なんで？パターでここら打つときはこっからはやっぱいつものグリーンなんで。ここを意識しすぎてカーンって打っちゃう人おるんですけど、こっからはグリーンっていうことを、はい、よく考えて打たんとダメですよ。今打っちゃいました。あんまり意識しすぎるとカーンって打っちゃうんで、そっからはもうグリーンなんで。だーっ曲がらんの。曲がらん。しゃあない。あ、目土袋さん来てくれた。ありがとうございます。目土職人来てくれた。これなあ、なんか来た時もあんま曲がってなかったから、曲がらん読みで打ちたいですね。しゃあけどフックあるか。いや、まっすぐ行こう。はい、入りなさい。ナイス！ナイスバディ。あざっす。すいません、ありがとうございます。さすがにカップ外さなあかんか、これはグリーンバリ早い。助かります。カメラ の見てる方、僕左なんで。お前うまい。ナイス。あざす。すばら。ありがとうございます。いいっすね。松山秀樹のアプローチが良かった。あ、秀樹選手、うん、出てきた。秀樹に教えてもらった。あ、同い年やもん。そうそう。え、よくつるむ？うん、そうやね。うん、何十年15年ぐらい前に喋ってから喋ってない。でも喋ったのがすごいことやな。だってしかもベルトもらったやろ。そう、松山秀樹じゃない。ダッサイベルト。なんかクレとかじゃなくて、なんか明徳はそのベルトが決まってるんですよね、学校で。うん、それをいただいて。秀樹選手はそのベルトがダサかったから、そうボンちゃんの貸してくれって言ったんですよね。恥ずかしいから。表彰式優勝してるから。すごいな。よっしゃ、バーディー取ったぞ皆さん。ナイスバーディ。自由現実行じゃないですか。自由現実行です。あー、なんかここ覚えてるな。えぐい傾斜やったの。グリーン結構やばかった気がする。グリーンやばい。150。ここ前もそうやったな。これ右から風くんねんな。これ多分上げないか。上げない。ありそうやな。でもピン結構手前系なんで足りひんかって。でこれ150でしょ。9番アイアンとかで打って足りひんかった時に、まあ手前、まあおそらく今日はまあちゃんとショット当たってるんで大丈夫やと思うんですけど、手前のバンカー行った時に目玉とかになりそうなんで、ここは風も一番手で分からへんから上げ読みで8番でいきます。160弱ぐらい打つ感じですね。ほえー、来てるわ。あざっす。
ナイスショット。グリーンがさ、あざす。グリーン、グリーンやな。グリーンがさ、めっちゃ硬い。止まらん。アゲンスト。なんかちょっと上げてた気がするけど、バンカー越え135、150の上げ155できたらピンから、ピンの左がベスト8で、はい、最近僕左向きすぎてることがあるんで、右向いて打とうかな。右向いてクロスに打ってみよう。シンプルに引っかかって、ステイ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 、うわ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 、ちょい引っかけ丸、うん、ちょっと引っかけたっていうか突っかかったね、なんかそんな感じだったな、うん、いやちょっとあのアドレスポッ取ったとこが逆目、左足や上がりっぽい感じで、それが良くなかったんかな。いやー、ここグリーンあかんかったんよ、絶対すごいグリーンやったと思うねん、だからあんま外したくなかった、ちゃんとキャッチしときたかってんけど、受けグリーンでしょ、でも受けグリーン、受けグリーンで、だからボンちゃんの真横からとかやったらめちゃくちゃムズいと思うんですよ、めちゃくちゃムズいですよ、で僕のパットもね、多分ピン左横ぐらいやったと思うんで、だから ね、僕とか今グリーン乗ればいいわと思ってんのに、あんなとこ飛ぶっていう、もうその時点でショットってバラバラなんですよ、間違いない、なんかプロってそういうのないみたいな感じに思われがちなんですけど、ショットって基本バラバラやから、やっぱ狙うとこ気をつけんと、僕らでもバラバラやから、ピンとか狙ったらね、やっぱグリーン外れること多いから、基本ショットなんてバラバラやと思って組み立てんと、そうですね、でまあ練習場で良くないと、練習場でやっぱそこを突き詰めていくっていうパターンですね、うん、でコース来てる時にバラバラやったらもうしゃあないですから、しゃあないしゃあない、バラバラなりにやってこう、うん、うん、そのうんうんいらんな、それバラバラでそんなショット打つから、ここペタペタでもうなんかラッパーみたいなってバラバラからのペタペタでヒアグリーンを見ればギャンムズでヒアヒエじゃねえヒエじゃねえよ、マジで、ええ感じやったよ、今やってやれねえヒエ、これめっちゃやばいね、えぐい、えぐち、僕も全然さよ、僕も全然チャンスじゃないわ、えぐちさよ、ピンチや、むしろもう一回8チャレンジしてみます、これボンちゃんえぐいね、これここクッション、もうガチでここクッションしないとダメ、こんなもんスライスエグいんちゃう、出たかで、下がライが悪いんで、こういう感じのアプローチはなし、低い感じ、パチで8いくね、もうパターっすよ、パターアプローチでもボールは右目、転がした、転がしてきた、やった、出たあ、うまい、あーまあ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 、あ、出た、いろいろ考えた、あれ意外と酔った、あ、出たここがえぐいね、やっぱこんだけ難しかった、やっぱファーストパット打ちたかったな、普通に、でも皆さん今日がどんだけ硬いかっていうと、僕8番やんで高い球打ってピンの手前に落ちてたんですよ、ピンの手前に落ちてこの受けグリーンでここまで来てますから、パンパンです、パンパン、前もパンパンやったの、誰今誰か通った、パンパン、絶対入れる、入れたれ、パラで、あ、止まりました、あ、すいませんどまい、よし、しゃあない、ちょっと行ったとこが難かったな、パラで、あ、前はパーやったらボギーです、はいいやこれさ、皆さんこれやばいからね、大ピンチです、フラットのまた打たせようとしてガチャンコ、これ大ピンチです、これあの皆さん、このこんなバーディーチャンスでお前何言ってんねんって、騙されるな、バーディーパットや、あざっす、膨らませこれはやりすぎか、いや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 、あんま曲がらへん
ただ早いだけやと思うんだな。曲がらんな、曲がらんけど激早ですこれ。え、でも奇想天外なとこ打ってる方が正解なのかな。パルで、これうまい、これうまい、早い早い早い、あかん、打った打った、オッケーオッケー、慎重に行くわ。あー心臓に悪い、心臓に悪いです。えい、セーフ。あー、いや今の皆さん、あれがね上りやったらもうめっちゃチャンスなんですよ、うん、今日のこのグリーン僕は一回痛い耳やってるから今のは打てませんでした。まあ打っちゃったと思ったけどやっぱさっきのがあるから止まってくれましたね、うん。正味完璧なとこ落ちたけどあそこまで行くんやね、受けグリーンでも。やばいな、いや、うん、フォークさしたら、てかピッチマークがそもそもあんまついてなくて、まあ見えてんけど、うんうん、直してんけどパンパンですね。さすが六国、六国すごいな、マジでこのクオリティ。え、ね、いいね、なんかこういう一般営業やばいよ、やばい、皆さん来た方がいいよ、マジで。近かったらマジ、もう僕は近いけどな、1時間ぐらい、こういう1時間、うん、いいね。まあ僕らも近かったけどな。これ何時間ですか。え、2時間40分。まあまあ遠いね。あのスケールがすごい、ね、もしかしてアメリカ人2時間40分近いと思う。ゴルフを2時間40分でできると思ったら全然余裕。アメリカの人たちえぐいぐらい車運転するから、うん、余裕でこれぐらいやろうと思ったんですけど、あのちょっと遅れましたはい、10分遅れてました。いつ着くん。え？まあまあでも兵庫からやから仕方ないですよ。兵庫から。それはもう混むとこあるんですよ兵庫から。あ、そうやね。京都らへんね。もうちょっと早く出てください。頼みます。2時間半かかっても着く予定やったんですよね。いやでもまあちょっと遠まったんかな、ここ、もしかしたら。ちょっとね近く変動で。いや、まあ、あるからな。うん、ということで、はい、あの、まあ、ぜひ皆さんちょっとこの高速グリーン、はい、高速グリーンか、高速グリーンやな、高速グリーン、高速グリーンやな。だって今日も10フィートって言ってるけどもっと感じる、まあ、傾斜が、ね、傾斜が強いところ行くと難しい。あ、でも確かにさっき前のホールバーディーですから、あす、いや、いい回になったね。バーディーパー、そうですね、皆さんにバーディーを届けてきたんで、まあ、ぜひ皆さん次回も楽しみにしててください。よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。次回は僕 GoPro しますんで。